そういう関係になるなんて天地がひっくり返ってもないから。なんであんたがここにいんのよ。隣俺の部屋だし。なんでここに住んでんのかって聞いてんの。いや、なんでって言われても。一切の交流はなし、干渉も詮索もしない。はい、宅配便です。はぁ、はぁ、頼む、1分10秒だけでもいいから。ちょっと警察呼ぼうよ。頼むよ、人助けだと思って。だって一度デートした仲だろ。レンタル彼女だっつってんで。お見舞いは水曜日なの。一切の干渉をしない。大学でも当然赤の他人、話しかけない。1時間だけ、毎週水曜日1時間だけならレンタルされてあげる。あなたのためじゃない、おばあさんのためよ。俺の彼女になってくれ。家で少女か、生き別れた妹か。やめろ。俺も彼女に失礼だろ。ごめん。どういうつもり。あなたどれだけ嘘を重ねたら気が済むの。それにもうとっくに時間超過よ。レンタル彼女だなんて話したらばあちゃんにも。はあ、困る。それじゃあうちのおばあちゃんにもバレちゃうじゃん。頼むよ。ほら、カズくんってあっちの経験ないから、たまに目が怖い時があるっていうか。私もね、ちょっとデートに見に入ってっただけで椅子から立ち上がれないとか言い出し。そうだよね、カズくん。不快です。はい、私の和也さんを悪く言わないでください。寂しくて死にそうな夜もあれば、またねでしか解けないバイバイもある。私でよければ相手するから。水は近寄らない約束は。この前なんであんなこと言ってくれたんだ。別に深い意味はないわ。あなた落ち込んでたみたいだし、レンカノで振られた寂しさを紛らわせるならそれもありって話をしただけ。いや、ほんと水原には感謝してて。勘違いしないで。私とあなたは彼女とお客。あなたに気はない。ちょっと同情して優しくしたらどこまでおめでたいの。そんなことで声かけてくるなんて危機管理能力ゼロなわけ。そんなお嬢様とどこでお知り合いに。ナンパ渋谷で。お、意外と軽いんすね彼女さん。まあ。どういうつもりよ。私のことは好きに使ってって言ったはずよ。本当の彼女でもないのにこんなことするなんて。本当バカじゃないの。レンタル彼女だって言ってんじゃん。水原、今ごめん。助けてもらって本当ごめん。水原はレンカノで大人の女、キスくらい大したことじゃねえか。緊張したかな。落ち着いて。平気、平気です。ねえ、キモいんだけど。水原、どいてよ。ああ、だからその今回もその悪かったっていうか。そう、サンキュー。だからごめんって、急にお腹痛くなっちゃう。あ、
確か海で行こう行こう。ちょっとおばあちゃん、髪やるの手伝ってくれる？なんであんたがここに？水原。一言言わなきゃ。おう、ストップ。階段で行って。え、あ、ああ、密室ね。やっぱり俺は邪魔者だよな。じゃ、おやすみ。え、俺トイレでも玄関でも寝れるから。この部屋で寝ればいいじゃない。なんて顔してんの？顔がもう仕掛けてきてたわ。勘違いしないでよね。この部屋で寝ていいって言ったのは廊下で寝かすのがかわいそうだからよ。顧客は対価に見合ったサービスを受ける権利があるの。水原に負けず劣らずの美少女。ったく、こりゃダブルデートしようなんて言うはずだ。ちと、え、何？別に。っていうか、俺は君のことが。うん、別にいらないんならいい。いるありがとう。勘違いしないでよね、うん、これくらいは普通にするから。水原、変に意識しないでよね。分かってるよ。私と和也さんは本当の恋人よ。さすがは水原、鉄の心臓。キスしてください。え、恋人ならお二人でキスしてください。ちょっとルカちゃん。ま、それよね。私たちは知らぬ存ぜぬを通さなきゃね。なんか悪いな。え、デート中でもねえのに相談乗ってくれて。やっぱお前いいやつだな。帰るわ。今回は緊急事態だったけど、本来は予約してくれないと会う気ないから。お、私は和也くんにおっぱいだって触られたんですから。は、え、あ、いや、あれは違う。まにゅ、何考えてるの。可愛ければ誰でもいいわけ。誤解だって。しずるさんは触られましたか、おっぱいを。触られるわけないでしょ。強引に抱きしめられ、押し倒され。それと胸の剣は別件だろう。別件ならいいってこともないわよ。そうじゃなくて。部屋まで入ってるんですか。な、何が。躊躇するはずでは。レンタル彼女ならお客さんの部屋ですよ。ためらわないなんて入ったことのある証拠です。第一、夜食のシチューがどうのこうのって。あなたどこから。あれはその台本のこと。海くん、台本し、あれ言っちゃいけなかった。でも水原が悪い男に騙されてんのかもって思ったら、俺ほっとけなくて。バカみたい。彼氏でもあるまいし。はい。海くん、今日しか空いてなかった。男物選ぶには男の人の意見とかあった方がいいでしょ。スマホケース、プレゼントとかじゃないから。お詫び、お詫びだから。え、こうして。ちょっと何泣いてんのよ。プレゼントじゃないって言ってるでしょ。ああ、もう。雪。水原。地下鉄以外で帰って。え？私は男の人、好きですよ。ああ、いや、男好きとか、そういう意味じゃなくて。ああ、何よ。you
君がいい。君が。